丈夫。はーい、ちゃま、ちゃま。もしかして、はーい、ちゃま、どうしたん、その声。風になっとるんか。どうしたの。声が枯れてるんです。大丈夫、大丈夫、そっち、笑うなよ、そうで、笑ってない。違う違う、可愛くて、可愛くて笑っちゃうの。はーい、ちゃまのこの枯れた声に何か分かんのか。めちゃくちゃ、なんかハーツも基本的になんか悲しかったこととか全部忘れちゃうんだけど、うんうん、なんかさっきさ、本当になんか部屋の中寒っと思って、うん、で、なんかもう、え、どうしようどうしようどうしようみたいな感じで、うん、めっちゃね、暴れ回ってなんか歩き回ってね、もうどうにか温めようとしてうん、うん、そしたらちょっと裸だったんだよね。裸だったえ、だからさ、ちょっとさ、ビビっちゃって、え、やばみたいな、ちょ、ボケが始まってると思ってさ、ビビっちゃったね、ほんとに。起きてると思ってなかったの。窓とか、窓とか、カーテンとか開いてなかった？あ、そう、閉めた後に、できたから大丈夫。あ、え、待って、カーテン閉めた後に脱いだってこと？脱いで、寒い寒いとか言って、部屋の中グロのしてた。え、やべえやつだよ、マジで。ハーチョさ、あのさ、裸で寝る。ハーチョが裸で寝るの？え、そう。え、だから、そうそう、そういうこと。あ、待って、退場した方がいい。退場した方がいい。退場します。はーい。いや、ハーチョも一番さ、ちょっとでかかったな。すごいね、裸で、裸で歩き回ってた。ちょっとね、カメラ設置したいね。ダメだよ。ガチで進ん